長濱ねる久々のダンスに緊張。日本で初開催となるデフリンピックの2025年大会応援アンバサダーに就任した長濱ねるさんがダンス楽曲シュワシュワデフリンピックのお披露目イベントに登場しました。デフリンピック応援アンバサダーの長濱ねるです。今日はよろしくお願いします。4年に一度開催される聴覚障害者のための国際スポーツ大会デフリンピック。イベントでは手話単語を振り付けの一部に取り入れた楽曲を子どもたちと一緒に踊りました。